い、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。最近めっちゃ寒いじゃん。でね、やっぱこの実況っていうのをやっていますと、めちゃくちゃね、喉にね、まあ負担がかかるんですよ。でね、やっぱ空気が乾燥してるから、すぐね、喉を痛めちゃうんですよね。まあ、もしですね、いつか、まあいつかっていうか、まあそんな遠くないうち来ると思うんですけれども、喉がね、まあやられてガラガラ声になった時でも、僕やっていきますんでですね、皆さんその時は、喉なんかやられてんなって、まあ休めろよという話だと思うんですけどね。まあこれもうマリオ無理だよ。もうこれマリオ。マリオもうリンクないと無理だよ。でこのまま下、オッケーオッケーオッケー。うわルイージ早いな。これ一番最初いけたと思ったんだけどな。うわルイージめっちゃ早いね。このままジャンプして渡っていきます。うわルイージも、まあ、勝てる感じしないな。待って爆弾ね。オッケーオッケーオッケー。ここでリンク出る、まあ、リンクはここで、ね、出なくても出てもいいんですよ。もう僕は一回も当たってませんからね。くっうわマジでこの爆弾マジで苦手なんだよな。へっへっオッケーオッケーオッケー。じゃよし、うわルイージといい感じだ。よし弓オッケーきた。うわ負けた、これ負けた。うわ負けたっぽい。ルイージめっちゃ速い。いやここでワンチャン、ワンチャンワンチャンワンチャン、やったやったみんな今のあ、そういえばね、僕ちょっとみんなにね言ってなかったかな。僕ねメッセージの設定でメッセージ変えたんですよ。まあ非常にね使いやすい言葉たちをね、まあ結構悩んで選んで、まあ、この9つが、まあ、非常にいいと思ったんでですね、まあこのメッセージの設定しました。まあ皆さんもですね、よくメッセージ使う方はですね、選ぶのもですね非常に楽しみの一つではあるんで、ぜひ選んでください。っていうか絶対知ってるよねみんな絶対知ってるよね。むしろね今更かよって感じすると思うんですけど、なんかさ一番左の方見たことあるんだよね。みずちゃんっていう方なんか見たことあるな。ずっとちょっと前に多分対戦したことあると思うんですよね。星のワンピースっていうのかな、あれがめっちゃ可愛いんですよね。みずちゃんよろしくね。みずちゃんよろしく。ちょっとキノピオ邪魔だって。俺がみずちゃんに挨拶したいんだって。みずちゃんよろしく。ちょっとみずちゃんどっか行かないでって。まあルイージですので、この黄緑色の土管に入っていきましょう。あ、みずちゃん、あ、みずちゃんどうした、ハンデか。よし、この黄緑の土管だったね、覚えやすいよ。よしオッケー。これなんかしたことあるね。いやワンチャンワンチャンある。ビヨーン、よし来た。これはもう完全1位取ったでしょ。このままジャンプして渡っていきます。オッケー。うわキノピコがめっちゃ追いついてきてます。ほっほっ、いや負けねえよキノピコ、負けねえよ。よし来たでこのままジャンプ、よしで次左。いやこれもう勝ったよね。もうこれ勝ったよね。僕もこれで負けたらもうマリメ実況者やめます。もうオッケー。うわ待って、うわビビった、これはツタだね。よし待って、マリメ実況者の意地っていうものをですねここで見せつけましょう。待って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 、やめないか。待って負けたらやめないかんから、ちょっと待って、やめないかん、待ってやめないかんって、やめないかんって、やめてって、もやめないかんって、ちょっともうやめて。くっこう落ち着いていこう。よし落ち着いていきます。ほっよしじゃあ待ってごめん嘘、みんなごめん嘘、やめやめ、絶対やめないから。先ほどはですねお見苦しいとこを見せまして申し訳ありませんでした。ちょっと配信者らしからぬことをしてしまい、やめると言ってやめない、この嘘をついてしまい申し訳ありませんでした。まあの次はね出てこないんですけれども、ちょっとみんなそこら辺はですね多めに見て。いや待って危ねえ、やられると思った、やられると思った。やっぱりね僕がみんなをやりました。ほっよし来た。待ってルイージ怖いでしょ。ここら辺はねクリボーとかめっちゃいるんで怖いと思うんですよね。よし、あ、これでかくなるパトゥーン、オッケー。でかくなったのはいいんですけど、おかげでねルイージは少し遅れました。このまんまダッシュしていきましょう。ここは絶対勝てると思うんですよ。もうここで負けたらマジやめるよ僕。もうここで負けたらマジやめる、もう絶対にやめる。だから皆さんもう勝ち確っていうことですね。ほらね、まあこの冬休みはねコロナであんまりね出かけるなとかご両親から言われてる方もねたくさんいると思うんですよ。まあ、でもそういう時に限ってさめちゃくちゃ遊び行きたいよね。なんか試験前に試験勉強しなきゃいけないんだけどゲームしたくなる気持ち、まあそういう気持ちとめちゃくちゃ似ててですね、人ってやるなって言われたらやりたくなるんだよね。まあそれでもねやっぱコロナっていうのはねやっぱ命の危険に関わってくるんでですね、皆さんなるべくね外出は控えるようにしましょう。そして今度のゴール条件はクリボーを4体倒してからゴールか。 OK1 体、そしてこれアイテム取っていきたい。よしオッケー、これで当たってもいいっしょ。
でこのまま渡っていって、よし待ってね、このコーラ蹴ってったらクリボ、先にいるクリボどんどん倒してくれないかな。ええ待って、うわあ危ねえ危ねえ危ねえ。でこれで2人目、よし2匹目で、ここでキノコ取っていきます。あと2体いるよ、どっかに。あと2体いるんだけど、どこにいる。あと2体が分かんない。なるほど、おっとそこで、いや待ってね、これどんどん上に渡っていくパターンね。待って、邪魔、よし、オッケー、これ、うわっ待って、これよし来た、このまま右に行こう。嘘でしょ。あそこに隠しブロックあるなんて聞いてないって。いやこれは負けた、いやマジで負けた、いやここで奪いたい最後は。まあ家に引きこもってするって言えばさ、ゲームぐらいしかないと思うんですよ。まあスマホのゲームとか、まあスイッチ、そしてプレステとかね、いろいろあるんですけど、まあそれとも友達とのなんか LINE とか電話とか楽しむとかね、そんなあるんですけどね、基本的にやっぱ一人、まあずっと電話とかするわけにもいかないからね、やっぱゲームが多いと思うんですよ。だからね、この冬っていうのはゲームがめちゃくちゃ売れてて、まあ集まれ動物の森とかね、もう尋常じゃないくらい売れてるらしいんですよ。まあこのコロナの影響で。まああれやってるとさ、あのゲームやってるとね、本当に時間めちゃくちゃ潰せるんだよね。もう何時間も潰せる。いや僕ね、やってないんですけどね、まああんまやってないんです。いや待って、見た、蹴りすぎじゃね、めっちゃ蹴りすぎじゃね。オッケーで、このまま右で、うわえ今見た。いや今すごくない？いや今何が起きたか分かんないけど、今すごくなかった。いやこれ勝ったでしょ。いやこれはもう勝てっていう、もう合図でしょ。ビヨーン来た、ゴール。なんか今めっちゃすごかったよね。ねえ、よし、 OKOKOK。 それじゃあマリオ一緒にゴールしましょう。さて次のコース、アップアップアップダウンダウンっていうコースでした。多分上がってで、もう下がってみたいな、多分そういうコースだと思うんですよね。まあ、敵がいないことを祈りましょう。なんかこういうコース前にもしたような気はするんですけれども、まあよくあるコースですよね。ヨッシーがいるよ、どっかヨッシーがいる。まあ、ルイージもしかしてもう取ってったパターン。ルイージめっちゃ速くね、ルイージがめっちゃ、弟がめっちゃ、ちょっと待って、つまずきすぎ、つまりよ、ちょっと待って、マジでつまりよ。ちょっと、待って、この音符マジで難しい。ごめん、今ね、ちょっと、ちょうどね、あのガリボリラーメンっていうかね、あのチキンラーメンのカスみたいなのをね、食べてて、ちょっと今喉に詰まってしまったんですけれども、まあね、このあの音符ブロックってさ、ちょうどよく、まあ、タイミングよく A ボタン押さなきゃ、なんかね、大ジャンプみたいなできないじゃん。それがね、結構難しいんですよね。まあ僕はそれが苦手って言いますか。ちょっと待って、これ僕、キノピコと違うとこ行きますね。うわ、キノコ取った方がいいの？どうなんだろうね。うわ、キノコいる？それ。キノコ取った方が遅くなるパターン？うわ、どうなんだろう。なんか敵とかいなかったらいいんですけどね。ボーイージー、ノーマル、ハード。わかった、イージー、ノーマル、ハードだから緑の土管がイージーだね。もう誰も言ってないね。なんだこれ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。